の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームを始めやりますよ。お、松さん、桜餅ん？どっちも桜餅だけどね。あんこでも、あれ、まあいいや。桜餅ありがとうございます。箱石さん、桜の花びらありがとうございます。ちょっとごめんなさいね。ちょっと目が、ちょっと目薬出ます。よいしょ。あー、目薬ポーチが。よいしょ、いで。ゆうやさん、桜餅。松さん、桜の花びらありがとうございます。目薬入れます。飯田博之さん、桜の花びら。ゆうやさん、桜の花びらありがとうございます。さて、本日は何の話をしていこうかね。アーティーさん、ポーションありがとうございます。そう、今日入荷メール待ちしてた、シナモンとマリオンクレープとブランお洋服のブランドのコラボの、なんだっけ、コラボ T シャツが再販じゃない、入荷されてたので、またそう買いました。あとは届くのを待つだけです。クレープすごい好きだからね、嬉しいの。そう、アーティーさん、桜餅ありがとうございます。このさ、桜餅のギフトってさ、なんか2種類あるけど違いって何なのかね。あんこが見えてるか見えてないかぐらいの違いなんだけど。そう、関東風と関西風、え、桜餅に関東風と関西風なんてあんのか。いや、私桜餅を食べないから全然わかんないんだよ。でも基本的に私はあんこが見えてない方のイメージしかないけどね、桜餅は。そう、海指さん、バラありがとうございます。どっちが関東風なんで、どっちが関西風なんだろう。はやちゃんさん、綺麗ありがとうございます。ルンちゃんが食べているのが西日本。いや、私西日本のやつ見たことないんだよ。そう、私関東風の方がなんかしっくりくるんだけどわかんない、なんかね。はやちゃんさん、関東風の桜餅ありがとうございます。まあそりゃね、なんか
あれかしらね、やっぱ多分西日本の中でも多分普通になんか違うと思うから、私が住んでるところはその桜餅だったっていうだけかも。あれ、こっちが関西風？どっちが関東風でどっちが関西風なんかが分からんが待って、玉国さん、桜餅、ゆうやさん、ダブルハートありがとうございます。あ、ごめん、やっぱ関西風の方が馴染みありました。あ、そうなの。え、えき、あんこが見えとる方が関東風みたいな感じ？どういうことなんやろか。あんこが見えとる方が関東か。ごめんなさい、私が勘違いしてました。思いっきり馴染みある方だったわ。よかったよかった。なるほど、今投げたのが関東風か。ありがとう、関東風桜餅はやちゃんさん。だから私は普通に馴染みがありました。逆にあんこ見えてない、見えてる方が馴染みがなかった。玉国さん、なんだっけ、桜の花びらありがとうございます。アーキーさん、桜の花びらありがとうございます。はい、そうね、さっきもコメントあったけど、今日ジョンマイラブのね、てっちゃんが2人千秋楽を迎えました。私よりも先に千秋楽を迎えました。今日月曜日か、まあ、あとちょっとじゃん。火水木過ごしたらもう本番ですよめっちゃ簡単に言うけどね。そう、2期のジョンマイラブもあと5回、その5回は私がてっちゃんを演じさせていただきます。ねえ、あと5回なのか。考えられんけど、本当にマジで、マジで考えられません。あと5回。ね、そう、もうみんなと同じ気持ちです私も。なんだっけこれ、ラボーナさん、ピンクのタコさんありがとうございます。そう、たまにさ、点々なの、点々なのか丸なのかが分からん時があるけんさ。そう、
そういえば明日葉月さんがショールームするみたいです。絶対見ます。絶対見ますつってね。いやーね、本当にあと5回、やりきりたいんだけどやりきれる自信がないんですよな。やりきりたい。でもやりきります。頑張るからね。頑張るのでぜひ見に来てください。配信もねあったらぜひ見てください。はいちゃんさん、ダブルハートありがとうございます。さあ今日は何の話をしていこうかしら。あ、そう、なんか今日手をね思いっきり床にぶつけたってたんですけど、そう、あの自衛隊体操をやってて、それであのなんか勢いよくバチーンって言っちゃったから危ねーってなった。そう、自衛隊体操は動画を調べてみてください。まあなんかラジオ体操にちょっと近い、ラジオ体操のもっときついバージョンみたいな。いや、よくそんなこそんなすごいきついわけではないけど、ちょっとラジオ体操に近いものですね。怪我はないって一応書いたからみんな心配してないと思ったけど、ごめんね、一応心配させないようにと思って怪我はないよとは言ったんですけど。そう、何の時だったっけな、前屈だっけな、勢いよくやったらそのままぶつけたっていうだけです。手は大丈夫なんだけどね、ちょっとやっぱ乾燥がひどくて、手のハンドクリームは塗ったんですけどね。そう、だからまあつまり何が言いたいってかっていうと、いつも通りっていう話です。そう、右手、あ、でもほら何もないから大丈夫。でもそれより本当にマジで手の乾燥すごいんやけど、さっきハンドクリーム塗ったのに。アーティーさん手紙ありがとうございます。まあ、私ね、手というか指には少々自信があるんですよ。そう、指はそれなりに長いと思ってるので、そう、自信が少々あります。スペースゴーさん、バラありがとうございます。じゃあそろそろちょっと目薬第2弾。やばい、
今日何も話してないは嘘だけど、あんまりなんかこの話題についてって話せてないね。普通にのんびり配信しちゃってます。はいちゃんさん、バラの花びら、バラじゃない桜の花びらありがとうございます。山さん、尊いありがとうございます。何の話しよっかね。アーティーさん、関西風の桜餅ありがとうございます。1133か、いい耳の日だねって思ったけど、11月に33日は存在しませんでしたしなかった。玉国さん、桜餅ありがとうございます。ちなみに私はいい肉の日が誕生日です。それからいい服の日。覚えやすいでしょ？イエーイ。海老さん、バラありがとう。そう、お洋服の服でもいいし、幸福の服でも OK っていう感じ。いい服の日はね。あ、そう、今日ツイッターにもあげたんだけどさ、差し入れでその旗田本舗さんの姫の月っていうお菓子をいただいたんです。そう、なんか生菓子で、生地が結構もちもちしてるの。生もみじまんじゅうみたいなぐらいのもちもち。海指さん、桜の花びらありがとうございます。で、中にあんことカスタードクリーム、カスタードが入ってるんですけど、そう、あれがめっちゃ美味しくて、そうなんです、もう一回食べたいなって思います。海老さん、桜の花びらありがとうございます。ゆうやさん、うま、ありがとうございます。あ、でも金時サブだったかね、例だけなかったんだけど、金時サブがめっちゃ美味しいの。これも差し入れでいただいたんですけど、金時サブ、多分例は入ってなかった。金時サブがめっちゃ美味しいから、マジで。へなちょこさん、ももまん、はやちゃんさん、うま、ありがとうございます。まあ畑田さんも推したいけど、私はちょっともやっぱベビーポエムも捨てがたいからね。そう、捨てがたいっていうか、ベビーポエムは大好きなんで。またアーモンドキャラメルと桜食べたいな。ベイクドチーズのことは一生忘れません。松山市と東温市の境に畑田さんのお菓子館ある。そうね、私あそこにも一回来ました、畑田さんのそのお菓子館で。そこで何だっけ、出来たてのドライチが食べられるし、巻きたてのクリタルトが試食もできるんだっけ、確か。そうなの、
だからもしね、出来たてのドライチ気になる方いたらぜひチェックしてみてください。これは何、お花見してるのかな、鳥さんが。はやちゃんさん、ありがとうございます。あ、そう、今日ツイッター、今日っていうか今日だっけ、昨日だっけ、昨日だったかな、ギリギリツイッターに書いたんですけど、あの今その愛媛県にはその高知人物フィギュア展っていうガチャガチャがあって、その高知の偉人というか高知県出身の方々のちょっとちっちゃいフィギュアガチャガチャがあって、で私それ見かけたらやるんですけど、これまで計5回やってはきたわけだけど、万次郎様が当たりません。そう、万次郎様が来ないんですよ。しかも この前5回目やったんだけど、待って、くしゃみ、すいません、ちょっとね、くしゃみが、アーティーさん、かわいい、ありがとうございます。今まで出たのはあの坂本龍馬さんのカラーと宮脇治さんのカラーと長曽我部元親さんのあのあれね、ブロンズだっけ、と小野大輔さんなんですけど、なんとカラーが被りました。小野大輔さんの、そうカラーが被ったんだよ。いや、小野Dさんマジかって思ったんだけど、そうっていうか高知県出身なんですねって思ったんですけど、それに普通にびっくりしたんですけど、私は万次郎様のね、万次郎様のが欲しいんですよ。万次郎さんのブロンズが欲しい、私。そうなの。欲を言えばブロンズなんだけど、万次郎様が欲しいんですよ。ねえ、どうすればいいかな。どうすれば当たるんでしょうか。長曽我部元親さんのカラーもかっこいいんだよな。でもブロンズがめっちゃかっこいいんだよ。そう、でもまさか小野大輔さんがカラー被るとは思わなかった。まさかあの別の種類じゃなくて同じ色、同じ種類っていうね。しかもどっちもフルカラー。どうしようね、本当。でも絶対あそこ回してるのは私だけだもん。でもさ、全18種類あって株、小野大輔さんどんな方って言われてもね、声優さんなんですけど、まあにすごい人気のある声優さんですね。え、それだけみたいな感じで、あんま、そう、私声優さんのことすごい詳しいわけじゃないから、小野大輔さんはね、ちょっとおそ松さんの十四松ぐらいしかわかんないんだよな。他にもいろんなものに出演されて、あれかな、黒羊の、羊ね、サシスセソのシネ、黒羊のセバスチャンも確か小野大輔さんだったと思うんだけど、でもほんとそれぐらい。でもめちゃめちゃ人気だし、すごい有名な、あの方の方です。
ああ、ジョジョか。ジョジョはね、見てないからね、アニメも。そっか、ジョジョ出てたんだ。でも私もあんまり声優さんってすごい詳しいわけじゃないんですよ。すごいなんか有名な方とかは知ってるんですけど、なんて言うんだろう、あんますごい。めちゃめちゃなんか声優さん大好きなんですっていうことではないですね、私も。そう。でもこの海洋堂のフィギュアってめちゃめちゃクオリティ高いんですよね。そう、すごいなって思う、本当に。ヘナチョコさん、ポーションありがとうございます。あ、春日見てないからわかんないや。それは涼宮ハルヒですか？ハルヒっていうことは。そうね、私もあんまりそのアニメがすごい詳しいわけではないので、そう、基本的に自分の見たことあるものぐらいしかわからないからね。坂本真綾さんって聞いたらね、やっぱり私は結構なんか、まあ、カードキャプターさくらのプラチナのイメージもあるし、桜蘭高校ホストクラブのイメージもある。でもただ桜蘭高校はアニメも本当にちょっとだけ見たけど、どっちかというと漫画の方がすごい読んだからあれなんですけど、なんかそのイメージがありますね。そう、ねえって言われてもねえっていう感じなんですけど オーランは宮野真守さん、玉木ね 足を描いた。私なんだっけ、ハニー先輩の声優さん、斎藤彩香さんだったかな、ちょっと名前がねちょっと思い出せない、多分名前は、ま、そんなに間違ってはなかったと思うんだけど、間違ってるとしたら読み方合ってた。いや、合ってた？合ってるはず。が、あ、合ってる合ってる。なんかすごい、もう声優さんとして好きなんですっていうことではないんですけど、めちゃめちゃ好きな声だなって思って。っていうのも、ゆうやさんだるま、うみうみさん、桜の花びら、
でんはじめさん、ピンクのタコさん、ありがとうございます。っていうのも私あのフルーツバスケット見てたんですけど、アニメ途中までしか見てないけど、割と本当に序盤ではないけどね、でも本当に結構途中までのあのもみじっていうキャラクターをやってらっしゃったんですけど、それがまあ一番最初にその斉藤彩香さんを聞いた時だったんですけど、めちゃめちゃ可愛い声というか、まだそのちょっとだけなんて言うんだろう、なんかねすごいあの声のかすれ具合って言ったらまた違うんだけど、そのだったイメージがあったんですよ、あのそのもみじの時は。それが好きだなって思ったんです。すごく海海さん、桜の花それがもうすごい可愛らしい声なので、すごいしおりさん、関東の桜餅ありがとうございます。そうそう、あの昔の方のやつ、今の方はもみじは半めぐみさんがやってらっしゃって、そう半めぐみさんは私の大好きなハンターハンターのゴンフリークスくんをやっている声優さんなのでね、ちょいちょいチェックしてます情報をチェックしてます。あと桜の花びらもしおりさんありがとう。カラスの川子さん、関東の桜餅ありがとう一瞬どっちだっけってなっちゃった。ちょ久しぶり久しそんな久しぶりでもないけどね、ちょっとアニメの話するんですけど、この中でさ、どうでもあんまりないかな、いたら嬉しいんだけど、ハンターハンターのね一作目の方を見たことある人っていますか？そもそもハンターハンター見てましたかっていう話なんですけど、桜餅が食べたくなった。わかる。桜餅も食べたくなったし、ベビーポエムの桜味も食べたくなった。あれ結構ね、あんがちょっと桜餅っぽいのよ。ちょっとしっとりしてる。ああるよ。だって嬉しい。やったー。チラッとなら嬉しい。いや私もね、そのハンターハンターは一作目の方、まあ二作目も見たんですけど、でもどっちかっていうと一作目の方が見てたかなっていう感じなんですけど、そう、まあだから何なんだっていう話なんですけどねそうなんですよ。やっぱね、ほんともうその話はもうめっちゃ聞いたよって思うと思うんだけど、やっぱハンターハンターはね、グリードアイランド編が大好き私は。うん、本当にグリードアイランド編が大好きです何度も言います。海海さん、バラありがとうございます。そしてね、ハンターハンター、今ユニバーのコラボも始まってるから、それも行きたいんだよね。海海さん、桜の花びらありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。久しぶりにね、ハンターハンターも見れたらいいんだよね。漫画読みたいんだよね。でも漫画もね、いろいろ読みたいもの多すぎて、そう、無表路地も読みたいし、なんか最初の方の関東最終巻も読んだことある間がすっぽり抜けてるんだけどね、十何巻ぐらい。あれでも無表路地って14巻ぐらいまでだったよね確か。
なんか最初の方の 2,3 巻と最後の方の2巻を2巻ほど読んだんですけど、その間がもうすっぽり抜けてるからわからないんですよ。そうなの。そう、なんか岸辺露伴のさ漫画も借りて1巻しか読めてないからね、また2巻以降も読みたい。あれでもあれ何巻まであった？2巻までだっけ。あれどうだったっけ。そう借りたんですよ家族に。そう岸辺露伴の漫画のあの一昨年のあのドラマ実写のドラマ見て、そ家族全員で見たんですけど、で結構面白いってなって漫画貸すわってなって借りて、そうで1巻しか読めてない確かまだ。そう去年の年末のはねまだ見てないんですよ。そうまだ見れてないんだよね、なんかタイミングが合わなくて。なんかやっぱ見るんだったらさやっぱ家族で揃って家族で見たいからさ、なんか一人で見るよりも家族と見て、あここはこんな感じなんだなるほどねみたいな、そう解説付きがあの分かりやすいから。そうって思ったらねタイミング逃したよね本当に。2巻か、でもあと1冊なんだ。どうなんだろう、私も今ジョジョ読んだら面白いってなるかな。ちょっとね小学生の頃見た時はなんかいろんなちょっと衝撃的なシーンがあって、ちょっとねあこの先進めないってなっちゃったからちょっとね進めなかったんですけど。そうそうこの先進めないやーってなっちゃったから。アニメと実写と両方ご家族でご覧になるってですか。うん、アニメはねぶっちゃけ家族アニメはあんま興味ないんですよ。そうまあでも実写はぶっちゃけ岸辺露伴があの例外だっただけ。基本的に実写も見ないんです、私も含めその家族は見ないね実写は。逆に実写何見た。なんか最初にドラマから入ったやつとかだったらいいんだけど、なんか普通によくあるじゃない、やっぱアニメとか漫画とかもさあの劇場で実写化みたいな、それをね見に行ったことは私はないですね。うん、ないよね、ない。うん、あんまり実写にはそんなに興味がないです私は。そう初見さんありがとうございます。そう、まあ、家族もね実写興味なかったけど岸辺露伴のはねなんか面白そうだねってなって一緒に見ました。そうそうね、私は基本的にこうアニメから入って、まあ、原作読むっていうことが多いんだけど、まあでも最近は結構もう漫画を読むことが多くてね。そうそう、なかなか実写もねなんか難しいところあるから、まあそれは本当人の好み、それぞれ人の好みですよ。そうあれなんですけど、ちょっとねあんまり見に行きたいっていう風にそんなに思ったことがないのよ実写は。
スペースゴーさん、ハートありがとう。でもそういう意味で言うと、まあ、実写っていうよりかは舞台なんだけど、ブンストの映画はちょっと見に行きたかったんだけど、もう見に行けなかったんだよね。ブンスト、ブンゴーストレイドックスビースト、そう見に行きたかったの。あれでもなんかタイミング合わなさすぎて、そう見に行けなかった。でもそう、私ぶっちゃけ最初 2.5 次元にもちょっとそんななんか意識があったの、苦手意識がね。まあ今じゃあ今はないんですかって言われたらないけど、めっちゃ好きってわけではないよ 2.5 次元は。でもただやっぱそう、まあちょっと食わず嫌いの部分もあったんですけど、実際お姉ちゃんたちがその 2.5 次元、私が見たのヘタリアのミュージカルだったんですけど、見てなんかねめちゃめちゃ面白かったからね。そうなんですよ。飯田博之さん、桜餅、関東風の桜餅ありがとうございます。そう、あ、そう、千と千尋の神隠しの舞台ね、ちょっと気になったけどね、ちょっとねなかなかチケットもう結構もう落選したっていう声も多くてね、やばいよねあれ。ちょっと私も見たかったんだよ。私そう、なんかちょっとミュージカルね、ちょっと気になでも気になってるのあるって言ったんだけど、あれってまだ発売されてんのかな、ちょっとどうなんだろう。まだやってはいるのか。見に行きたいんだよなこれ。なかなかそう、あの生で見たことがなくってほとんど、だからそのめっちゃさチケット買うのに勇気がいるのよ。そうそう、私がね気になってるのがその銀河鉄道39ザミュージカルなんですけど、でもちょっと銀河鉄道はね、あのアニメ見たことあるかって言われるとね、もう見てないに等しいんだけどね。もうオープニング見たら始まったなって思って、そうあれだったんですけど、どうなんだろう。でもまだ始まってないから、みんなに先にアニメ見た方がいいですかとか聞けないか。そう、キャドルさん、ね、桜の花びらありがとうございます。そう、じゃ見に行ってみたいなとは思うんですよ。そこでもチケット高いのか分からん、私チケットが高いかどうかが分からん。でも坊ちゃん劇場が安いっていうのはよく分かった。そう、あの最初そのなんだっけ、あのそのメーテル役の方のあの神田沙也加さんが私好きだったんですけど、そうでもまあだったじゃない。でもその後のその花房まりさんのことを調べたらなんかすごい気になって、なんかそう、あめなんかそう、でもこの方ね宝塚のトップだからね、すごいよ。そうだからな、ちょっと生で見たいなって思いながら、ただ私はちょっとまだそういうのにね、あの自分でチケットを買って行ったことがないからひよってるんですそう、ひよっちゃってるのねー。
そう。めちゃめちゃひよってしまっている。そう。そうなんです。マイフェアレディもね、なんか気になってはいたんだけどね、もう日和すぎて、なんか本当になんかチケット、なんかもうそう、やっぱなかなか、なんか自分でチケット買っていくっていうことは結構ある、結構は嘘だわ。結構は嘘だな。でも自分でチケット買ってライブ行ったことあるのって、2回ぐらいしかないわ。よう考えたら2回ぐらいしかないんですけど。まあライブとかイベントとか。2回ぐらいしかマジでないけど、そう、なんかなかなかひよってしまっている自分がいる。でもね、気になるんですよ、すごい。でもやっぱちょっと初めてのことだからさ、ひよっちゃってます、正直。でもね、見たいわ。一旦お、一回親に言って行ってみたらいいやんって言ったけど、まだ買ってないんかいあんたって言われそう。そう。まだ買ってないんかいって言われそうなんやけど。そう。アフタートークショーとかあるんだね。すごいな。ちょっと iPad の画面が眩しい。iPad の画面が結構眩しかった。いや、本当にひよってしまってる、もう私。そう。で、本当にね、行ってみたいんですよ。もし行ったらね、あれしますね。お知らせします。お知らせします？ きたいな、やっぱ。行こう。行こうとか言ってたけど、行けなかったら一番あれだけど。いつ行こう。逆にいつ行ける？いや、もうそうね。こういうのはもうね。行ってみよう、本当に。そう。って思いますね。ということで、何もということじゃないけど、でもしね、チケット買えたら、チケット買って公演見たら、いずれ感想というか、行きました報告をしたいと思います。何の報告？ はい、ということでね、今日はここら辺で終わりにします。また明日も配信するので、ぜひ見に来てください。はい、ランキングをちゃんと読みます。13位から。13位、飯田ひろゆきさん。12位、キャパさん。11位、カリネコでも好きだよさん。10位、マモさん。9位、アーティーさん。8位、カラスのカワコさん。7位、ロミツさん。6位、TKHKG さん。5位、ナツメさん。4位、ウミウビさん。3位、タマクニさん。2位、ソランさん。1位が、ハヤちゃんさんでした。はい、今日も見てくださってありがとうございました。また明日。おやすみなさーい。ありがとうございました。おやすみー。